ポニーキャニオン。想像力を超える想像力で世界中の人とつながります。すべてのクリエイターとエンターテインメントファンにとっての最良のパートナーになる。ポニーキャニオンは一人一人の持つ創造性を大切にし、ダイバーシティを推進することで新たな価値を生み出し続けるオンリーワンカンパニーになる。この動画ではポニーキャニオンについて直近の事業内容とともにご紹介いたします。ポニーキャニオンはタグラインをカルチャー、フューチャー、アドベンチャーと定め、働き方改革を推進し、健康経営優良法人2023の認定を受けました。 SDGs を規範とした地域活性化事業において、タレントの長谷川ミラさんとアライアンスを組むなど、社会への貢献にも力を注いでいます。ここ数年の急速なデジタル化は私たちの生きる世界を一変させました。この変化する時代において、当社の収益構成も大きく変化しました。売上高、構成費ともに増加傾向にあるのがライブやイベントのチケット収入です。他にもオリジナルグッズ、映画の配給、主に海外での収益が伸びている番組販売収入が比重を拡大しています。また動画や音楽配信サービスの利用も急激に拡大しました。ストリーミングによってリリースから18ヶ月が経過したカタログ音楽の市場も急速な成長を遂げています。音楽やアニメなどのコンテンツは配信サービスを通じて世界中で同時に楽しまれ、関連商品の販路も大きく拡大した今、ポニーキャニオンは未来に向けてよりグローバルに挑戦していきます。それではポニーキャニオンの直近の事業をご紹介します。あいつらは常に全力投球だった。次は俺の番だ。俺とお前は敵同士だ。お前らは俺のマイキーを殺した。You ready, John? Yeah.ポニーキャニオンはこれからも一層エンターテインメントの様々な可能性に挑戦していきます。最後にポニーキャニオンのステートメントをご紹介します。初めてのライブで3人しかいなかったお客さんが今はスタジアムを埋め尽くしている。この国で生まれたアニメが地球の裏側でムーブメントを起こしている。あの音楽との映画との出会いがあったから今の自分がある。出会い、世に羽ばたかせた可能性が時間を超え、国境を超え、運命を変える。それが私たちの仕事。世界を変えることもできるし、たった一人を変えることもできる。だから今日もまた未知なる可能性と冒険へ出る。
ポニーキャニオンはこれからもエンターテインメントを通じて明るい未来を創造していきたいと心から願っています。